はい、こんにちは、深夜です。で、今日は高田の馬場から目白に向かって歩いていきたいと思います。はい、こっち行こう。めっちゃ変わった自動販売機。なんか珍しくないですか？珍しい。気になる四つ葉カフェオレ。これ美味しそうですね。しかもストロータイプのやつですね、これ。缶よりはマシだけど。でもこの辺も美味しそう、ドトールの。線路沿いが、左が商店街っぽいとこで、右は本当の正真正銘の線路沿いです。じゃあ右に行こうかな。はい。見て。あ、このゾウさん何悪いことしたの？ポイ捨てしてるってこと？ポイ捨て、タバコももうなんか缶も。え？ポイ捨てします。悪いゾウだ。でもポイ捨てダメだゾウってゾウが言ってる。そうですね。ポイ捨てしながらダメだゾウって言ってる。矛盾してますかね。壁画がちょっと気になりますね。これもう過去最高の壁画が来たんじゃないですか。ちょレベル違くないもらえすごい、見て火の鳥。おお、あのセラフが主題歌をやった謎解きの謎解きの爪が通る。三つ目が通るの謎解きもよだかのレコードであります。ブラックジャックの謎解きもよだかのレコードで。さすが癒着してるだけあります。すごい、もうここはもう今までの壁画とはもう違いますね。ふむ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 。平成20年だって2年前にできたんだこれ。いや今違うです。え、今22年じゃないの？それ西暦なんで。え、めっちゃごちゃになってます。え、今平成何年？あ、違う、令和だ今。そう、令和です。え、意味わかんない。だ、10何年前ですこれ。え、すごい、もう絵の各部分にいろんなメッセージが込められてる。なるほど、すげえ。はい、はい、トゲトゲが復活しました。本当だ、高い。しかもこれは絶対入れないです。これは入れないです。静岡酒場、へえ、気になる。なんだっけ、あのガッツっていうギャグ言う人。ゲッツです。あ、誰だっけ。ダンディー。ああ、懐かしい。黄色のジャケットの。そうそうそう、はい、え、ちょっと待って、はい、道ないよ。あれ、ええ、あれ終わり。企画終わり。え、完全ないっす、ね、え、あ、え、え、なんかある。え、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 違う。あ、違ったな。え、ちょっと待って。谷底だ。これ川なんすよ。多分。やば。え、川だ。そうなんです。ここ越えるしかないの。いやいや、別の道行きましょう。ちょっと行けそうなんだけどな、あそこ。いや、でもちょっと。いや、全然行けないです。行けんのかな、今のとこ。じゃ一瞬見ていいですか。うん。確かに階段ありますよ。うそ。この繋がってます？駐輪場に。階段に行けないんだよね。ああ。あ、ここか。そう、ここです。あ、これ行けるじゃん。行けますよ。行ける行ける。そう、え、枝が。やべ、刺さった。あ、で、行けないわ。門があるから。あ、門あります。ダメか。
戻りましょう。見て、はい、第5バー第5ウィッシュ。え、全部首が怖い。僕さっきも気づいてましたけど怖いっす。あ、なんか今日 おありませんでした。何なんですか今日このひらがな一文字。ガッツガッツゲッツ、それゲッツの言い方です。ガッツじゃない。ここ行きましょう。あ、これ行けそう。これ行きましょう。え、いや、で多分出れると思いますよ。本当に、はい、うわ、ネズミ走った今。はい、ネズミ走ったよ。え、これなんか新宿の裏道みたいな。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいるんだけど。こんなネズミいます？ネズミだらけなんだけど。怖いんだけど。え、また行き止まりじゃん、これ。右行けないですか？あ、ダメだ。この辺は何なんだろう。うわ、またネズミが。ちょっと待って。こんなネズミ見ることあります？ネズミがめっちゃ行き来してる。商店街の方がいいのかな？もう15分経ってんのに全然進んでない。商店街に来ました。はい、栄通りです。マジで足棒なんだけど。今日初めて3本撮りに挑んでおります。めっちゃ足棒。あれ何、あれがかの有名な早稲田大学。違います。めっちゃ書いてあるじゃないですか、富士大学。線路もないし、何もないし。線路でも完全に迷った。あれ線路っすよね。じゃあ全然違うとこ歩いてるじゃん。雪倒れじゃん。そんなっすか。もう藤枝くんのせいで全然違う。ちょっと完全線路を間違えましたね。線路と神田川を間違えて。これ神田川。神田川だ。何、ちょっと見て。このポスト、手紙入れるとこがない。これポストなんですか。あった。え、すごっ。ほっそ、こんなんあるんすね。めっちゃおしゃれなポスト。おしゃれっすね。見て。え、全部同じ車。本当だ。どういうこと？怖。見て、ドラえもんが死んでる。しんどいです。あ、清水奥斗だ。あ、藤枝くんのバイト先じゃん。違います。僕は正確には清水奥斗さんにはいなかったんですけど、これなんかいろいろあるんですよね。そのステージ周り作る部署があったり。じゃあ今日さんのあのお立ち台も作ってるんですか。そういうことです。はい、石を置いたり電車に物を投げたりしないでください。藤枝くんに言ってるんですよ。僕やったことないです。やめてください。あ、電車来てる。いや、遅くね、あの電車。あ、歩くより遅いよ、あの電車。でも乗ってると速い感じですけど、実はこれぐらいの速度なんですよ、電車って。嘘、止まりそうじゃん、もうこれ。いや、止まりはしないです。これ何キロぐらいなんだろう。2キロでしょ。2キロではないです。これは目白通りかな。違う。何も知らんや。我が物顔で坂田のパパ知ってる言ってたら。その通りちょっと分かんないです。なんか結構でっかいマンモス団地的なのが現れた。マンモス団地ってなんですか。え、マンモス団地ってこんなんじゃない。あ、このでかい団地のこと。昭和40年代頃にすごく建てられた。マンモス団地っていう。マンモス団地。まあ、本当のマンモス団地はもっとマンモスなんだ。ああ。マンモス。あ、びっくりした。びっくりした。すげえちっちゃい、これ。本当だ。マジで見かけない。水。もう、さっきネズミ見てから、ちょっとビビってるんですよね。びっくりした、今。
ネズミにもビビるし、鳥にもビビるし。いや、もう鳥は本当に無理なんで。無理だったっす。あ、もう目白になってる。え？着いた？着いてはいないです。あ、虹だ。虹ですね。これは7色ある、ちゃんと。あ、本当だ。歌って。何やるの？虹。時は奏でて思いは溢れる。何もないんですか。全然何も話さない。いつも結構話すの。何か急に話して不思議な乗り物。そうっすね。猫なのか。見てこの無表情。かわいい。また数々の人で、うん、星です。出た、矢印来ましたね。見て、はい、僕を指してる。今完全に寄ったじゃないですか。矢印のこともうセットです。このお、え、出た、矢印からの矢印。本当だ、豊島区。え、教会、教会だ。矢印が両方向いてます。教会が打ち消し合ってる。打ち消してるんですか。お、何この道。すごい、なんかおしゃれな道だ。本当ですね。学校でもないと。マンション。なんか海外みたい。みたいですね。僕も初めて通りました。すげえ、ちゃんとなんか石畳だし。ですね。なんかめっちゃ綺麗。何こう。これ見た目はかっこいいんだけど、スーツケースめっちゃ転がしにくいみたいな。あ、ここも最悪っすよね。これも最悪。ここ最悪っすよね。これちょっと持たないでください。めっちゃうるさいんですよ。見て、何これ。このマンション超綺麗。めっちゃおしゃれじゃん。え、何このウォーリー。これグワシじゃないですか、これ。これ梅津さんのグワシっすよね。柄じゃん。あ、ほんとだ、そうだ。何ここ、え、うわ、出た、まことちゃんのポストだ。何これ。え、切手の博物館。こんなのあるんですね。切手の博物館とまことちゃん、どういう関係。てかウォーリーと梅津さんは親戚みたいなもんだった。いや違うっす。目白ってこんなおしゃれな感じ。目白でもなんかちょっとおしゃれなイメージありますけどね、確かに。目白多分人生で一回も来たことないかも。ないですか。うん。謎解きでもないです。ない。え？え？ちょっとやばいの見つけちゃった。確かに、なんかあります。え？これは何これ。え？誰かが置いたのこれ。いや、置いたんじゃないです、多分。マンションのじゃないですか。え、もう完全に石でできてる、これ。いや、どう見ても石ですけどね。え、石像です。虎年だから。いや、これ虎なんですかね。まあ、多分ずっとあるもんです。え、ちょっと怖いですね。え、これ、駅じゃない？あ、え？え、目白って書いてる。あれ、え？え？待って待って待って。駅だよ。え？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 ってことは、だもうあの先っすわ、やっぱり。あの先駅じゃないですか。え？なんか近いっすね、めっちゃ。これ藤枝くんが、はい。線路と神田川間違えなかったらめっちゃ近かったね。はい。誰？上裸で、上裸で、ラッパ吹いてますね。ラッパじゃないです。サキソフォンです。詳しいですね。そんなすぐ出てきます？サキソフォン。見て、矢印が三方向に。これなんかそういうブランドじゃないですか？これは。めっちゃ静かですよ。ああ、なんかブランドですね。スポーツゴルフウェアだ。急にあるっすね、これ店舗。え、ちょっと待って。でっかい矢印。いやいや、もうこれ、セールのお知らせです。
なんで矢印なの？いや、避けてますよっていう。すごい、めっちゃおしゃれ、目白。ちょっとイメージ変わりました？イメージっていうか、イメージも何もしてなかった、そもそも。じゃあ、綺麗なイメージになりましたね。そうですね。おしゃれな。めっちゃおしゃれ。確かにおしゃれですね。この道すごいおしゃれ。え、こんなおしゃれな駅前のトイレある？え、なんかもう駅がおしゃれ、綺麗。見て、あのステンドグラス。綺麗ですね。綺麗すぎん。はい。え、この開けた景色もすごすぎん。めっちゃ押しますね。え、目白すごい。はい、目白駅に到着しました。はい、着きました。かなりおしゃれな街です。はい。なんかあの道、おしゃれロード入ったらもう結構すぐでしたね。そうですね。はい。そこに入るまでが長かったです。すいません、ちょっと僕が道把握してなかったんで。何分ぐらい歩きましたか？トータル多分なんだかんだ40分ぐらいですかね。めっちゃ歩いた。まあ足棒ですか？足棒です。ちょっともう日も暮れかけてるんで。はい。はい。まあでも無事たどり着いてよかったです。はい、よかったです。はい、では次回はこの目白駅からお送りします。さよなら。